ちは。チア畑菜園アドバイザーの三平です。本日は枝豆栽培の4つのポイントを紹介したいと思います。6月の枝豆栽培はプランターで育てていただくことがおすすめです。今のこういった形で畑で栽培、4月巻きとかですね、5月巻きでやってると思うんですけど、もう畑にスペースがないとかですね、もうちょっと栽培をしてみたいとか、ご自宅とかでもやってみたいっていう場合はですね、小さなスペースでも栽培していただけるのでプランターがおすすめになってます。プランターでやる場合ですね、畑とは少し違うので、そちらを紹介していきたいと思います。まず一つ目のポイントとしては土選びになるんですけど、まず枝豆を栽培する時の土っていうのが、今これ培養土で育ててる野菜になるんですけど、培養土の場合ですね、普通の野菜の栄養っていうのは枝豆にとっては少し多かったりするので、一回こういった風に栽培し終わった後ですね、収穫後の土だったりとか、もともと肥料分の少ない土とかを選んでいただくのが枝豆栽培のポイントになります。もし市販の培養土を買っていただいて栽培する場合はですね、なるべく有機肥料が入っている培養土を選んでいただければと思います。化学肥料入っているものだと肥料の効きがすごい強かったりするので、うまく枝豆が栽培できなかったりすることがあります。であと枝豆は追肥とかしないでそのまま栽培していただけるので、肥料も買わなくて大丈夫です。2つ目のポイントとしては、根粒菌を土の中に入れてあげるっていうことが必要になってきます。枝豆っていうのは実は根粒菌っていうものが根っこに共生して、根粒菌が栄養を取ってきてくれるので、培養土自体に肥料分がそんなに必要なかったりします。逆に肥料が多いと根粒菌がうまくつかなかったりとかですね、全然実がつかないで背丈だけ高くなってつるぼけっていうような現象なんですけど、うまく枝豆ができなかったりすることがあるので、なるべく培養土の土とかには根粒菌を入れてあげる方がおすすめになります。根粒菌を増やす方法としては、例えば今枝豆を育てている畑だったりとか、今まで枝豆を栽培した跡地だったりとかの畑の土をですね、移植後ってちょっとですかね1杯分ぐらいでいいので、そういった土をこういうふうに培養土に入れてあげて混ぜ合わせてあげるだけでも根粒菌っていうのは培養土の中でも増えることができます。で、市販の培養土っていうのはほとんど根粒菌がいなかったりとか殺されてしまったりするので、うまくつかないことがあるので、こういうふうな作業が必要になります。もし畑で枝豆を栽培していないとかですね、近くに根粒菌を取る場所がないような場合は、こういった豆蔵っていう商品名なんですけど、これ枝豆専用になってまして、枝豆とかあといろんなそら豆とかですね、エンドウ豆とか、それぞれの豆にですね特有の根粒菌が袋になって売ってたりしますので、これネットとかでもだいたいこの1リッター分ぐらいだったら300円とかですね、500円ぐらいで結構安価で購入できるものなので、こういったものを使っていただいても大丈夫です。じゃあ豆蔵を実際に使ってみます。はい、でこういったジップロックですかね、小袋みたいなものに取っていただければと思います。中身がこういった黒い土みたいなものになってます。じゃあ実際に枝豆入れていきます。これこんな感じですね。でちょっとこういうふうに揉むといいますか、まぶしていただいて、でこれをそのまま土に撒いていきます。じゃあ実際に撒いていきたいと思います。土をつけたまま、まず豆を置いていきます。でこのプランターのサイズだと植え付けできて4つぐらいですかね、種の。だいたい真ん中に均等に4つぐらいですかね、置いてください。深さがだいたい1センチぐらいですかね、指の第一関節ぐらいでいいんですけど、置いたらこんな感じでブスッと種を1センチぐらいの深さに押し込んでいきます。
で植え終わったら、まあ、横からですね土をこういうふうに寄せてもらって手で軽く、鎮圧ですね押さえてください。種まきをしたら、お水をまいてで最後にこういったあの不織布ですかねこれあの乾燥防止とあと取り除けですかねしていただきます。まあこれちょっとサイズが大きいんですけど小さいサイズでも大丈夫です。でまあこういったピンだったりとか、まあ、何か止められるものがあればこういったもので、止めていただければと思います。でこれあの止める時が後からの種が発芽してくるので芽が傷まないようにちょっと緩めにかけといてあげます。でお水やりについては基本あの6月っていうのは梅雨入りしたりして水が多くなる時期なので基本土が乾いてたらお水あげていただければいいのでその後はですね特にお水あげなくても大丈夫です。であんまりお水あげすぎてしまうと枝豆根っこがですね腐ってしまったりしますのでこの辺はなんか土が乾いたらっていうぐらいで大丈夫です。3つ目のポイントが枝豆の品種選びになります。で6月の品種なんですがこれ今湯上がり娘っていう品種になってるんですけどこれあの種袋ですね裏面に見ていただくとこういったあの種の情報が載ってまして、まあ、湯上がり娘だとまだあの6月とかでもまくことができるんですけどこういうふうにあの種の裏の情報とかですね見ていただいて6月から巻けるものを選んでいただければと思います。でおすすめはまあこの湯上がり娘でもいいですし他にはなんか福なりとかですねそういった品種もあったりします。収穫自体はですねだいたい6月に植えていただくと8月の中旬からですね下旬あたりに収穫できるようになります。4つ目のポイントがですね害虫対策になります。でこちらお隣に枝豆があるんですけどこちらの4月に植えた枝豆になってまして、まあ、あとだいたい1ヶ月とか2ヶ月ぐらいで収穫ができるんですけどこちらだとあの暑い時期ですね梅雨の時期を超えてすぐに収穫になりますのでまだあの害虫が盛んになる前に収穫できるので特にあのネットだったりとかがいらなかったりとかっていうことがあるんですけど今回あのやってもらう6月植えの枝豆の場合だと収穫があの8月になるのでカメムシだったりとかっていう害虫がいてそういった害虫の被害がすごく多い時期になるのでうまくあの枝豆が収穫できなかったりとかですね害虫にやられてしまって枝豆があの小さくなってしまったりとかっていうことがあるのでそういったあの6月の時期はですね必ずあの防虫ネットをして栽培していただければと思います。じゃあ防虫ネットを張っていきます。で今回あのこういった支柱を使ってやる方法なんですけど実際あのプランター用のとかですね市販のものも売ってたりするのでそういったものを使っていただいても大丈夫です。でまあ今回やる方法だとこういった形で支柱をですね四隅に立てて固定していただいてこういったあの虫除けのネットですね防虫ネットありますのでこれを上にかけていきます。でこういうふうに上にかけていただいてで、まあ、これはちょっとサイズが大きいので、まあ、ここで麻紐とかですね縛ってもらうかこのプランターの縁の下ですねここを紐とかで固定していただいても大丈夫です。今回はこっちの結び目のとこですかね縛っちゃいます。特に結び方こだわらなくて大丈夫です。あとまあこの下のとこもですね余裕があれば紐で結んでいただけます。まあこんな感じですかね固定してもらえばと思います。以上で6月の枝豆栽培の方法のご紹介でした。ツヤ畑サインアドバイザーの三平がお送りさせていただきました。この動画見てですねいいと思ったらチャンネル登録とですねいいねボタンよろしくお願いします。またね。